フランソワ・バイルは、フランスの政治家。フランソワ・ミッテラン、ジャック・シラク政権で、国民教育大臣、司法大臣、また、フランス民主連合議長を歴任した。現在は、民主運動の党首である。1951年5月25日に、フランス南西部に位置する、ピレネーアトランティック憲法に誕生する。1993年から1997年まで、 エドアルバラデュール、アラン・ジュペの両内閣で教育省を務め、1998年から中道右派の UDF 議長に就任。欧州議会議員でもあった。2002年フランス大統領選挙に初めて立候補し、194万9436票を獲得し、4位につけた。しかし、自身が率いる UDF の一部議員が、 現職のジャック・シラク大統領の支持に回るなど、中道右派票の取りまとめに失敗した。続く2007年フランス大統領選挙では、保守のニコラ・サルコジ国民運動連合総裁と、フランス社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルの二人が有力であったが、バイルは恩恵で安定した語り口が有権者に安心感を与え、この二人に肉薄するようになった。同年3月8日付、 パリジャン紙では、バイルを含む三人が、三つどもえの様子を提していると報道。サルコジとロワイヤルに飽き足りない、中間層から支持され、前回から大幅に得票を伸ばし六百八十二万百十九票を獲得し、三位につけた。中道志向を強めた、バイルは四月二十五日の決戦投票では、サルコジ、ロワイヤルの両候補のいずれも支持をしないことを表明したが、 国民運動連合との選挙協力によって当選した UDF の議員から反発され多くの議員が国民運動連合に流れることとなった。バイルは自身を支持する5名の議員とともに新党民主運動結成を発表し党首に就任した。2012年フランス大統領選挙にも3回連続で 立候補するが、第1回投票で327万5349票の、得票で5位に沈んだ。バイルの中道票を睨んで、国民運動連合のアラン・ジュペ外務大臣は、バイルが、次期首相に、ふさわしいと周波を送った。しかし決戦投票では、左派、社会党のフランソワ・オランド支持を表明した。2014年のポー市長選挙で当選して、ポー市長となる。 任期は6年。2017年5月に大統領になったエマニュエル・マクロンの最初の内閣で、司法大臣、国事証書となった。しかし、自らが党首を務める民主運動に、欧州議会の公金を不正流用した疑惑が持ち上がったことで、わずか1ヶ月後の6月21日に辞任を発表した。趣味に馬を飼っているほか、ブルボン朝のアンリ4世に関する著作がある。 ありがとうございます。